ろ。母ちゃん、いいだろ、ムラムラしちゃってやらせてくれよ。もう3ヶ月もご無沙汰じゃないか。生まれるわ。今日危険日だったのよ。生まれる、危険日、生まれる、生まれる。おめでとうございます。元気な男の子です。終わったんじゃなかったのか。さあ、今日もいつも通りトイウォーズを始めよう。おーい、交代だぞ。あー、もうそんな時間か。あとは俺たちに任せなよ。じゃあ、あとは頼んだぜ。そして、あー、俺はあっちに用事があるんだ。今日はこの辺でな。あー、また明日な。うん、じゃあな。うん、いつも思うが、この辺は気味が悪いぜ。モーティー、モーティー、一体何が起こっているんだ。おお、やめてくれよ。オルバーども、わしを呼び出したからには大層なようなんだろうな。うん、それはもう。それで一体何が起こったというのだ。それが昨日帰りに別れた後、それっきりジャックを見なくなったんです。最近若者が次々と神隠しに遭っているそうじゃないですか。ジャックはうちの部隊の中で一番の若手です。メガトロン様、たかが兵士の一人や二人、気にすることはないでしょう。えい、貴様は黙ってなんか。この愚か者めが、消えた兵士が捕虜にでもなってみろ。我が軍の情報が漏れるではないか。今すぐにそのジャックを探すのだ。退屈して死にそうだったぜ。貴様はオートボット？ああ、だが今はお前と同じ捕虜だぜ。そうだな。なんとかして逃げ出さないと俺たちどうなるか分からないぜ。ああ、もう一人いたのか。一体全体どうしてこんなことになってしまったんだ。それが分かれば苦労しないんだよ。ああ、全くその通りだ。おい、見ろ、奴らが来たぜ。おお、なんてことだ。わしらは老人じゃ。あなたはどちら様でしたかね。なんてこった、俺たちはあんな老人に捕らえられたのか。ああ、どうやらそのようだな。ようこそみんな、こんにちは。僕、伝染だよ。今日もみんなの質問や悩みに答える、トイウォーズ何でも相談室の時間だよ。
このコーナーではみんなの質問や悩みに何でも答えちゃうよ。さあ質問をしてみよう。早く質問をしろ。悩みを打ち明けろ。あしらは老人ズ。最近の若者たちを懲らしめるために活動しているのだ。なあカップさん。ああ全くその通りですよ。ああねえランサックさん、あのご飯はまだですか？さっきあんた食べたでしょうが。そうでしたっけ。最近の若者たちは腐っておる。それを我々が何とかして懲らしめて世の中をいい方向に持っていってやろうというわけですよ。なあランサックさん、なあ意地悪せんで朝ごはんを食べさせてください。わしらが若い頃はそりゃあ素晴らしいもんじゃった。よいしょこらしょ。ああ重いなあ。ああおじいさん、おじいさん、おじいさん無理をなさらないで、僕たちが持ってあげますよ。ああありがたいね。ははははは、重そうだから当然ですよ。ああ本当に何とお礼を言えばよいか。お礼なんて結構ですよ。さあ行きましょう。ああこれはね、長男夫婦のところに生まれた初孫へのプレゼントなんだよ。ははは、そうですか。だったらまだまだおじいさんも長生きしなきゃいけませんね。天国へはまだまだ遠いですな。ははははは。ああそれより重くないですか。いえいえちっとも重くありませんとも。ああ全くその通りだ。僕たちでも重いぐらいなのに、おじいさんまだまだお若いんですね。しかしこれには思い出補正がかかっており、実際にはこうである。よいこらしょ、よいこらしょっと。じじい、よこしやがれ。重そうだから持ってやるよ。人手なし。これなれこれ、何が入っていいのか。荷物を持ってやる俺に、この荷物はもらっていくぜ。やめておくれ。それは長男夫婦に生まれた初孫へのお祝いなんだよ。孫が生まれたんなら思い残すことねえだろうが。さっさと地獄に落ちろバーカ。やめておくれというのが聞こえないのか。ああ死にさらせ。貴様のような小汚ねえジジイごときが生意気にも俺たちの言語を理解しているとはな。全くもってその通りだ。ああやめておくれ、やめておくれ。うっせえぞ、ディジー、早く死にやがれ。ほら、誰も掘ってやるよ、ほら、死にしねえよ。地獄が待ってるぜ、ディジー。ほら、ババアと一緒に死んじまえよ、ほら。おめだめに落ちて。早く天国者へ行け。うわ、やめてよ。3回死んで、5回死ね。早くくたばれよ。ちなみに、このおじいさんはその後、世の中に絶望し、悪の道に走ったのである。それが、今の若い者はどうじゃ。老人を罵り、老人を虐待し、老人を老人扱いし、若い老人の娘に売春を強要し、老人を路頭に迷わせ、おまけに死んだ老人を死人のように扱う。そうだっけ。それに早くわしにも朝ごはんを食べさせておくれ。確かにそういうこともあるかもしれないが、みんながみんなそうしているわけじゃないだろう。なんじゃと、我々老人に歯向かう気か。いい、そんなことがあるものか。なあランサックさん、ああ早く会社に行かないと。ま、待ってくれ。本当にそうなのか確かめてみようじゃないか。もしそういう若者ばかりだったら、我々はお前たちの要求を受け入れよう。ああそうだ。ああだから殺すのは待ってくれ。え別に殺すなんて野蛮なことはせんよ。そうじゃそうじゃ、わしらの要求はただ一つ、たけしの挑戦状をクリアすることだ。マイクなしのコントローラーでな。あ会社に行かないとな。うわ、ランサックさんどこへ行くんですか。
会社に行くんですよ。いやあんたもう会社に行かなくていいんだよ。やめてください、話してください。会社に遅れるじゃないですか。何を言ってるんですか、ランサックさん。あれ、ところであなたは誰でしたかな。そうと決まれば早速町へ行こうじゃないか。ああ、わかったよ。そして、あ、あれを見るのじゃ。うんねだよ、うんねだよ、やっちまうぞ、浮かしちまうぞ。あんなことやこんなこともしちゃうぞ。なんて下劣な若者なんじゃ。しかし、あれを見てみるんだ。ああ、募金だ、募金だ。楽しいな、嬉しいな。30万円ぐらい恵まれない人に募金しちゃうぞ。早くしないと学校に遅れちゃうよ。乱行パーティーか、楽しそうだな。俺も混ぜてくれよ。乱行だ、乱行だ。おお、募金か。俺も普段悪いことしている分、募金しようかな。オートボットが乱行に加わり、ディセプティコンが募金じゃと。おじいさんたち、これで分かったろう。人の善悪は若さや所属しているチームではない、人それぞれなんだよ。そうか、わしらが間違っていたのかもしれん。あのさ、わしのご飯はどこですか。この人なんかどうだ、正義感に燃えるあなたたちと同じ老人だが、見てみろ、何もわからないボケじじいじゃないか。ああ、全くその通りだ。問題は解決したかのように思えたが、しかし、キャプテン、いなくなったジャックを発見しました。こちらはトレイルブレイカー、いなくなっていたサイドスワイプを発見したよ。うん、あれは捜索願いが出ているミクロマンじゃないか。そしてアタック。ああ、結局今日の教訓は、悪い奴らに若いとか悪い軍団にいるとか関係ないってことだろ。いや違う、迷惑な奴は全員から攻撃されるってことだ。強いぞ、ラバウルでゼロ戦飛ばしてた。ジジイはすごいぞ、僕とでスイカを真っ二つ。ジジイは偉いぞ、ヘレンケラーの電気を呼んでいる。ジジイは怖いぞ、デモクラシー米騒動覚えてる。